紳士兵箱はえ,えよな、うん、みんな言ってる散々言ってるけど一万円札の位置だけは位置、えっと、の上にチョンがついてんねんけど、うん、千円札はただの棒やねんな見づらいやろっていう話やなそれもたまに言われてます、うん、知ってる新紙幣によってどれぐらいの経済効果があるかって、うん、分かんないどれぐらいまあそれはどれぐらいって言ったらあれけどところによってはさ、うん、自販機とかも買えないといけないやんか国がひっくり返るぐらいの、うん 経済効果あるらしいですよへえそうなのそうなんです<ー>俺情けないな渋沢栄一さん知らんもんな一万円札の顔分かんないねど,などんな人かっこいい名前やなかっこいいねななんかその人も何かや,やった人じゃなかったっけ日本のビジネスの父みたいなことをこの前ニュースで言ってた、うんうん、ビジネスやな、うん、でもまあ知らんわ何してる人かさあ,、はい、あそれこそだからそういうのはさ 何か,かやった人が乗るんでしょ、センサスとかも。そう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 。だから、堀江門さんとかもさ、そういうの乗ったらいいかもしれない。乗るか、あんなもん。ステーキ食べましたっていう投稿に、野菜も食べた方がいいですよって言われたら、なんかブチ切れしたわけのわからん、その怒るポイントの持ち主や。本人時代やけ、あんなもん。何が堀江門やねん。黙んなよ損すんの嫌やから言うてよ。<laughs> おい、一緒に落ちようぜ、崖の。崖 <laughs> の底までよ。もう無理 <laughs> 大丈夫あんた落ちてるから<え>ああもう最初から落ちてる状態から主に俺、うん、崖の底落ちてさあの今地底掘ってたわ <laughs> なんかだんだんぬくられてきた手が <laughs> よかったよ、うん